凄まじい攻防、両者熱烈たる気迫を込め力の限りを尽くしての死闘だ。小細工も作戦もなし、真正面から力と力、技と技をぶつけ合ってるでます。なぜ勝てない。俺の計算ではとっくにバトルは終わっているはず。成長しているんだ。ここに、なぜそんなことができる。奴らの力の秘密とは何なんだ。僕は負けない。ネット君とみんなの夢を叶えるために。おざくな。信じらんない。驚きだぜ、ネットバトルがこんなにも美しいなんて。我らワールド3を感動させるとは、今日だけは小僧どもの勝ちか。日暮さん、これは一体。超高速移動するロックマンとブルースを捕捉しきれず、三次元ドームに異常が発生したでます。私ちょっと涙が出てきちゃいました。私も出ます。僕は負けない。俺を応援してくれるみんなのために、俺はみんなの代表なんだ。俺の思いはみんなの思い。みんなのためにも俺は必ず優勝してみせる。そうか、分かったぞ。お前の力の秘密、それは強く仲間を思う心の強さだ。そうよ、心の強さよ。仲間を思う強い心が強くなれるのよ。ドクマン！だが心の強さなら俺も負けない。勝つのは俺だ。俺が勝つんだ。残されたチップはあと3枚。やるしかない。最強の必殺技、プログラムアドバンスを受けて立つ。プログラムアドバンス、プログラムアドバンス、バトルチップ、ソード、スロットイン、ソード、バトルチップ、ワイドソード、スロットイン、ワイドソード、バトルチップ、ロングソード、スロットイン、ロングソード。この一撃にネット君と僕の全てを込める。プログラムアドバンス同士の激突で初めて見たでます。果たして勝敗の行方は。あ、ごめんね。
レッド君、もう動けないや。みんな、力の限り戦ったんだから。ありがとう、ロックマン。レッド、ロックマン、立派だったぞ。感動でます。デッドバトル史上に残る名勝負だったでます。さてロックマン、見事だ。俺と炎山様をここまで追い詰めたのは貴様が初めて。ブルース、ブルース、何者だ。